お元気ですか、ボクシブでございます。今回は BBM2024 ベースボールカード、セカンドバージョン開封動画2回目の、パート2でございます。それではパート2の5袋開封していきたいと思います。まずはパート2の1袋目でございます。横浜 DeNA の関根大輝外野手でございます。千葉ロッテの山口浩輝外野手でございます。読売ジャイアンツの高橋礼投手でございます。オリックスバファローズの石川龍馬外野手でございます。でソフトバンクの、オスナ投手でございます。日本ハムの伊藤大海投手でございます。で、こちらですね、北海道日本ハムファイターズの神谷優也捕手の、このカードでございます。こちらね、300C でございます。北海道日本ハムの北山幸輝投手のキラーでございます。東京ヤクルトの、ヤフーレ投手のクロスカードでございます。で広島の島内宗太郎投手でございます。2袋目でございます。ソフトバンクの栗原良也内野手のこれはクロスカードでございます。阪神の前川右京外野手でございます。東北楽天の孫チャーホー投手でございます。でオリックスの紅林幸太郎外野手でございます。千葉ロッテの中村翔吾外野手でございます。で中日の高橋宏斗投手の銀箔でございます。で広島のこれはアドゥア誠投手でございます。で阪神の中野拓夢外野手でございます。あ、失礼した。中野拓夢内野手でした。失礼いたしました。ヤクルトの丸山和也外野手でございます。これクロスカードでございます。読売ジャイアンツの山崎伊織投手でございます。4袋目でございます。で広島の、矢野雅也内野手でございます。ヤクルトの一山太七投手でございます。で西武の栗山巧外野手でございます。で読売ジャイアンツの戸郷翔征投手のクロスカードでございます。北海道日本ハムの山崎福也投手でございます。で千葉ロッテの小島和也投手のキラでございます。で中日の岡林勇気外野手のクロスカードでございます。で楽天のチェックリストでございます。
で佐々木朗希投手、千葉ロッテのカードでございます。でソフトバンクの 中田圭介内野手でございます。4袋目でございます。で阪神の近本浩二外野手でございます。でオリックスの宇田川優希投手でございます。中日の横浜 GNA の筒香嘉智外野手のクロスカードでございます。ソフトバンクの大関友久投手でございます。でヤクルトの木澤直文投手でございます。で楽天の内星龍投手でございます。広島の大瀬良大地投手でございます。日本ハムの北山昂輝投手でございます。でヒーローズカードでございます。2024年ドラフト1位読売ジャイアンツの西舘勇陽投手でございます。でソフトバンクの周東右京内野手でございます。最後の5袋目でございます。読売ジャイアンツの京野久義外野手でございます。で東京ヤクルトの西川遥輝外野手でございます。かつてね日ハムにも在籍しておりました。で西武ライオンズのアギラー内野手でございます。中日北海道日本ハムの松本剛外野手のクロスカードでございます。で始球式カードでございまして、タレントの細川、アイリーさんでございます。でこちらがね、お父さんが元ね、プロ野球選手になってました、細川徹さんでございます。でソフトバンクので、今宮健太内野手のひなでございます。で楽天の、辰巳洋介外野手でございます。中日ドラゴンズの木下拓也捕手でございます。で横浜 GNA の大貫晋一投手でございます。で最後はモネイロ投手ソフトバンクホークスでございます。はい、以上で 2024BBM ベースボールカードセカンドバージョンパート2の5袋、開封終わりたいと思います。後日パート3もやりますのでよかったら見に来てください。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。